何その不気味な笑いは。那須動物王国に砂猫の赤ちゃんが誕生したの知ってるか。知ってるわよ。Twitter やら、DM やら YouTube のコメ欄などでたくさんの人が教えてくれてたからね。ちょっと前ならこの日本で見ることは叶わないと諦めていたが、砂猫の赤ちゃんまで見ることができるなんて、なんと素晴らしい時代なんだ。本当よねー。もう可愛すぎてまさに天使だわ。そういえばあんたサハラ砂漠に行ってたっけ？砂猫を狩るやつを狩りに行ったぜ。いなかったけどな。まあ、よし立て返してた分がちゃんと帰ってきたので安心したわ。あのまま踏み倒す勢いだったもんね。おいおいおい、そんなことするわけないだろう。ご利用は計画的だぞ。何が計画的よ。いつも衝動買いばっかりしてるじゃない。ポテチとかパンとかすぐに買うもんね。それはしょうがない。新商品を見つけたらすぐに試さなきゃダメだろ。ダメじゃないでしょ。ただ食べたいだけじゃない。そんなことはないぞ。新しいポテチに出会うのは、新しい書物に出会うのと同じだぞ。何言ってんだか。ご利用は無計画なのがバレバレね。で、その砂猫がどうかしたの？そうそう、その砂猫の赤ちゃん、まだ名前がなくて今募集してるんだぜ。で、早速送ろうと思って名前を考え中なのだよ。へぇ、なんて名前にしようと思ってんの？マリサ・ジュニア。はい。海外とかでさ、自分の名前が好きすぎて子供の名前にジュニア、とかつけてるやついるじゃん。あれと同じだ。別に好きすぎてってわけでもないと思うんですけど。てか、ジュニアはお父さんの名前を呼んでるわけ。全部俺の子供だからな。そうですか。かっこ悪い。なんだと。そこは砂漠の天使らしく、もっと可愛らしい名前じゃないとダメでしょ。じゃあなんてつけるんだよ。ヨウムエンジェル、イメージにぴったりの名前ね。け、何を言うかと思ったら、お金とか、おつるとかと変わんねえじゃん。何ふざけたこと言ってんのよ。あんたのジュニアも大概だと思うけど、そんなことはないと思うぞ。あんたたちは自分の名前に執着しすぎなの。砂猫の名前だよ。これからみんなに愛される名前を考えなきゃダメでしょ。じゃあどんな名前つけるの？男の子なら、砂を、女の子なら、砂子ね。はい。お前は愛情のかけらもないのか。なんて最低なネーミングセンス。昔からわかりやすい名前をつけるのが日本流でしょうが。犬ならポチ、猫ならタマ、鳥ならピーちゃん、ハムスターならハム太郎、砂猫なら砂岡砂子。私は何も間違っていないわ。いや、いろいろと間違ってると思うぞ。最悪ね。こんにちは、霊夢です。こんにちは、マリサです。こんにちは、ヨウムです。なんなのこの愛らしさ。犬猫もいいけど、ハムちゃんもたまらんな。なんなの、ハムちゃんって、ハムスターに決まっているだろう。ハム太郎ね。そのネーミングで呼ぶのは恥ずかしいからやめた方がいいよ。そうだぞ。全ハムスターに謝れ。土下座だ、土下座。なんでよ。土下ねって言われないだけありがたいと思いなさいよ。ハム太郎でも可愛いと思うけどな。じゃあ、ハムスターを2匹買った場合、2匹目はなんて名前にするの？ハムジロー、やっぱりドゲネだ、ドゲネしろ。なんでよ、可愛いじゃない？もう、初めから考える気がないよね。で、今回は何やるんだよ。今回は久々の討論会。前回の動画のコメ欄で、好き勝手にやってどうぞと、ものすごい数の茶番認定をいただいたので、多少話が脱線しても大丈夫だということが分かったわ。茶番認定ってなんだよ。真面目に頑張らなくてもいいってことじゃない？違います。ちょっと長めの雑談くらいならいいっていうお墨付きね。なので固く指示しないでいいわよ。なんだよ、真面目にやろうぜ。業務はいつでもちゃんとしてるんだけど。お黙り。いつもあんたたちがちゃんとしないから私が苦労してるの。You understand。前も言ったけど、みんな業務のお話が聞きたくて集まってるだけだからね。何を言ってる？俺の誘引力がすごすぎるだけだぞ。話聞けよ。もう時間ないので、さっさと行くよ。いつものセットでいつもの場所、これでいいね。いいぞ、全く問題ない。もうそろそろセットを変えない。ヨウムはずっとミツオの場所じゃん。お前くらいミツオが似合うやつはそうはいないぞ。別に似合わなくてもいいから。いや多分、ミツオって名前じゃないんですけど、マルオだったか、それともヨシオだったか。もう好きな名前でいいです。こんにちは、気持ち夜まで徹底討論のお時間です。好きなキャッチコピーは、おいこいけ。メインパーソナリティの霊夢です。では今日のゲストを紹介しましょう。23時間寝る女、がテレビドラマ化で大ブレイク、推理小説作家のマリサさんです。こんにちは、マリサです。そしてもう一人、料理研究家のヨウムさんです。こんにちは、ヨウムです。お二人ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この番組は一つのものに対して徹底的に考えていこうという番組です。よろしいでしょうか？わかりました。みつおさん。ヨウムです。料理研究家ということですけども、普段どんな料理を作られてるんでしょうか？そうですね、プレーンオムレツから温泉卵まで、卵で簡単に作れる料理を皆様にご紹介しております。プレーンオムレツって、あのふわふわトロトロのやつですね。できるんですか？できますよ。フライパンに流し込んだ時卵をかき混ぜて、全棒に集めます。そしてひっくり返します。簡単ですね。簡単にひっくり返らないのだが、しっかりと火を通せば外側が硬くなるので、ひっくり返しやすくなるんですよ。こんな風に。これは何ですか？ちょっと固めのプレーンオムレツ用の風です。ただの卵焼きじゃねえか。失礼ね、そんなことないです。まあまあ、さあ、気を取り直していきましょう。今回のお題は誰でも知ってる駄菓子です。駄菓子とかいいですね。食べると懐かしい気持ちになります。安くて美味しい子供の味方でもあり、大人にとっての思い出の味でもありますね。そうですね、その駄菓子の中でもキングオブ駄菓子と言われる存在のものがあります。なんだかわかりますか？
キャベツ太郎。よっちゃんイカ。チョコバットエース。ヤングドーナツ。ビッグカツ。きなこ棒。味カレー。チロルチョコ。ココアシガレット。パチパチトニック。ジャンボネオンゼリー。アンパンマンペロペロチョコ。ベビースターラーメン。かば焼きサンタロウ。ポテトフライ。フルーツ餅。ヨーグル。豚麺。ヨーグル。ブラックサンダー。ヨーグル。ラーメンババア。はいはい。答えはうまい棒です。それか。全く気がつきませんでした。絶対わざとですね。これに気がつかないわけがないです。ちょっと辛かっただけだぜ。そんなに怒ると血管が切れますよ。余計なお世話です。このうまい棒は1979年に発売され、今年で41年目、もうキングオブ駄菓子と言っても過言じゃありません。いろんな種類の味があって選ぶのも楽しいですからね。しかも安いしな。そうなんです。この価格が10円というのも当時から変わってないわけですが、世間では物価の価格が上昇し、消費税が上がっても価格を守り続けてるんです。そんなことできるもんなんですか？それを企業努力で乗り切ってこられたので、本当にすごいですよね。子供たちのために、100円あればいろんな種類がたくさん買える駄菓子を、という思いで頑張ってこられてるわけです。原材料とかも消費税分上がってるわけですから、この価格は本当にすごいですよね。もう15円でもいいんじゃないでしょうか。そうですね。多分誰も文句は言わないと思うんですけど、よほどのことがない限り上がらないような気もします。そういうこだわりは素晴らしいですね。そういえばうまい棒プレミアムというのがあるんですが、こちらは20円です。いろんなのがあるんですね。あれ、マリサさん、今回は試食とか言わないですね。こういう場面ではすぐ言ってましたもんね。安いしどこでもすぐに買えるので、別にここで食べなくても問題ありませんからね。普段からそうしていてください。内容によりますね。ということは、高額な食べ物を特集しなければいいんじゃないでしょうか。三尾さん、余計なことは言わないように。三尾じゃないです。業務です。まあまあ。うまい棒は、株式会社ヤオキンが日本で販売している棒状のスナック菓子。製造はリスカ株式会社。標準小売価格は1本10円。1979年7月発売開始。納豆味、明太味など種類が豊富でユニークなフレーバーがあり、値段も安価なことから子供や若者を中心に人気のある駄菓子である。ウィキペディア、とあります。さて、ここで問題です。今までにいろんな味を出してきたうまい棒ですが、1979年最初の販売時に出した味は、ソース味、サラミ味、あともう一つは何味でしょう。明太味だと思いますね。これはかなり古くからある定番ですから間違いないでしょう。私は納豆味だと思いますね。日本人による日本人のための日本的なお菓子、それがうまい棒納豆味ですから、ここは外せません。正解はカレー味です。面白くねえの。何か言いましたか？いえ別に。言われてみればカレーも定番ですよね。そのカレー味ですが、今はうまい棒チキンカレー味に進化。ですが、今年7月生産分で販売終了となるみたいですね。なぜ終了なんでしょう？人気あるんじゃないですか？メーカーは、味のリニューアル、と言ってますね。チキンカレー味に負けない味を間もなく皆様にお届けいたしますので、新しいうまい棒にもご期待ください。とのことですから、どんなのが出てくるのか楽しみなところです。これは待ち遠しいですね。私の予想ですと、うまい棒ビーフカレー味に進化すると見ましたね。それならチキンカレーのままでいいじゃん。わかめ、チキンカレーとビーフカレーなら、当然ビーフカレーがグレードアップ感が出るだろう。いや、カレー味かどうかはわからない。ビーフカレーが食べたい。試食はないんですか？ありません。なんでうまい棒の話でビーフカレーの試食が出るのよ。ないのか？それはとても残念です。自分で言ってて自分で火をつけるパターンもあるのね。そういえばラーメンババアも生産終了だそうです。懐かしくお世話になった駄菓子が消えていくのは寂しいものですね。わかります。ノスタルジックになりますよね。そのノスタルジックっていう駄菓子は食べたことがないです。美味しいのでしょうか？人によります。それなら無理に食べなくても良さそうですね。食べ物じゃないんですけどね。キングオブ駄菓子のうまい棒ですが、長い歴史の中でいろんなコラボ商品を出されています。これはちょっと面白いですよ。うまい棒とのコラボってあまりピンときませんか？アニメ系から、アイドル、音楽、鉄道、番組系などなど、いろんなコラボ商品が出ていますね。また、アミューズメントでしか手に入らない商品というのもあります。今はそういうの結構ありますよね。アミューズメントでしか手に入らないバンプレストの商品は欲しいものがたくさんあります。ただ、それを取るためにどれだけお金を費やしたか。何狙ってたんですか？ワンピース系は大体やってますね。お金がもったいないのでやめた方がいいんじゃないですか？私に貯金通帳を見つめる趣味はありませんので、楽しいですよ。すごく楽しいですよ。そうですか。コラボ商品って言っても、パッケージでのコラボなので中身はそのほとんどが既存の商品ですね。なるほど。そのコラボ商品も多すぎるので、大まかにかいつまんで紹介いたします。魔法少女魔女かマギカ。ちょいとマニアックですね。このアニメは人気ありますよ。そして、マドカマギカの真ん中には星が入ります。その情報はいるんでしょうか？大事です。そういえばこれを見て思ったんですけど、このキャラクターってドライうまいもんです。ここは触れてはいけないところですか？いいえ、全く問題ないです。うまいもんですから、力でねじ伏せに来たぞ。圧が半端ないわね。うまいもんは国民的駄菓子のキャラクターですが、名前が正式に命名されたのはかなり最近なんです。それは意外ですね。で、このうまいもんに妹が存在するんですよ。知ってました？いいえ、全く知りませんでした。うまいもんの妹なら、うまい娘。とかかな？そこはうま子じゃねえか。うまみちゃんです。おい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 、全然違うじゃねえか。これって違いすぎない？腹違いの妹という設定でも無理あるぞ。義理の妹のパターンかも。なるほどな。親の再婚か。なんでそうなる？そういうことじゃないと納得がいかんぞ。そうだそうだ。そこ、うるさいですよ。進撃の巨人。お、
ミカサちゃん。これは有名な作品なので知ってる人も多いと思います。人が食べられる話ですね。いや、そういう言い方は、私はこの作品を見ながら、心臓を捧げよ。って一緒にやってましたね。あ、こういうのマリサさんは好きそうですね。大好きです。特にリヴァイ兵長の戦闘シーンは正座して見てます。獣の巨人との戦いなどはリヴァイ兵長の魅力が全て詰まったシーンなので、これはぜひ見てください。なんで次に行きますね。黒子のバスケ。このバスケット漫画もアニメ化されていますね。面白くて全部見ましたよ。これも好きですね。この主要メンバーの中でいつもお菓子を食べていたのが紫原篤史。そのパッケージもありますね。このコラボはいい感じですね。ジョジョの奇妙な冒険。そんなコラボがあったんですか。ディオ様のうまい棒があったなら飾っておきたいです。これは第4部のジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けないの中に出てくるキャラクター西村奥康とのコラボって言った方がいいですね。作品の中でうまいというセリフがあるんですが、その場面を切り取ったものです。あそこの場面な。あのお店に行きたいですよね。わかるんですか。私たちはジョジョファンですよ。スタンド使いですよ。知らないという方がおかしいでしょう。全くです。いや、私もスタンド使いですけど、あんまりわかりませんよ。もっと勉強してください。してください。これではジオ様に申し訳が立ちません。なんで怒られてるのか。この辺りの商品はアミューズメント専用景品なんです。なので一般では手に入りません。ですがそれを売ってるところもあるんですね。それでやっていけるんですか。需要はあるみたいですよ。買い取りとかやってるところも多いので、一般の方が持ち込んだり、それを商売としてる業者も存在します。前にあった変わった食用で出てきたな。それです。なるほど。山陽新幹線うまい棒。2015年に登場した山陽新幹線全線開業40周年キャンペーンのうまい棒ですね。これはマニアにはたまらないでしょうね。鉄道ファンならぜひ欲しい一品でしょう。内首獄門同好会うまい棒。初の日本武道館ワンマンライブ、DVD& ブルーレイ化プロジェクトで配布された限定うまい棒なんですが、好きな人にはたまらないですね。何ですか、内首獄門同好会って。日本の3ピースロックバンドで、生活密着型ラウドロックというジャンルを標榜しているとのことですが、一度は聞いてほしいバンドですね。なんで内首獄門同好会って言うんですか。遠山の金さんから取ったらしいですが、優しさを出すために同好会って付け足したみたいでお茶目ですね。でも特に意味はないそうです。それって遠山の金さんはあまり関係のないような。こんな歌も出してます。おーおーおー、何ですかこれは。全ては猫のために生きているという内容の歌です。なんでこんな曲があることを今まで黙ってるかな。全くです。すぐに聞かせてください。さすがに曲は流せませんけど、概要欄に MV のリンク貼っとくので後で見てください。これは超楽しみです。てか今すぐ見に行こうぜ。今出て行ったら速攻で首ね。後でいいです。じゃあ次霊夢ちゃん子は。エヴァンゲリオンうまい棒。言わずと知れたエヴァとのコラボです。これはエヴァストアで販売されているものですね。怒り言動バージョンがいい味出してますね。これはマニアにはたまらないでしょう。これってエヴァがうまいもん。怒り信じがエヴァンゲリオンに乗る決意をした時のシーンですね。このエヴァになら私も乗ってみたいです。そうですか。パズドラうまい棒。ゲームとのコラボもやってるんですか。すごいですね。パズドラはパズル&ドラゴンズの役で、モンスターを育ててパズルでバトルする新感覚パズル RPG ですね。まあ、知ってると思いますけど。私はやったことはありませんけど、周りは結構やっている人は多かったように思います。私もバイオハザード以外はゲームをしませんのでわかりませんが、聞いたことはありますね。そして今月、新たにパズドラとのコラボで、プレミアムうまい棒パズドラドラゴンディスク味、というのを販売。これは既存の商品じゃなく、この商品のために特別に開発された、ドラゴンディスク味、なんですね。ドラゴンディスク味ってどんな味かがわからないのですけど。公式の発表によりますと、甲殻類を使用したクリーミーで濃厚な旨味が特徴のスープ、ということですから、これは美味しさにも期待ができます。これは食べたことがないぞ。すぐに試食を。だからないって言ってんでしょうが。なんて学習能力のない。まだまだたくさんあるんですけど、とても紹介しきれないのでざっくりと紹介しました。今回はとりあえずここまでで、次回に持ち越しです。次回ですか。そこで次回はうまい棒 B 級的ランキングバージョンでお送りしたいので、コメントに好きなうまい棒を一つだけ書いておいてください。1週間で集計した分をまとめて発表したいと思っています。またうまい棒の新しい食べ方やエピソードなどありましたら、よろしくお願いします。うまい棒愛を語るのもいいですね。わかりました。私の出番ですね。いや、今は語らなくていいです。なんでそう思ったのか。コメントはそのまま使うかもしれないので、そこはあらかじめご了承くださいね。まあ、コメントが採用されても特に何もないんですが、今週はこれだけか。全然喋っていないのですが、次回頑張ってください。私の出番がすごく少なかったような気がしますけど、気のせいです。次は頑張って目立ってください。そうかな。あなたのベストうまい棒、ぜひぜひ教えてくださいね。お待ちしております。俺は全部好きだぞ。だから一つだけだと言ってるじゃないの。ふざけんな。一本だけとか、そんなことできるわけがないだろう。何逆切れしてんのよ。最悪ね。